すごくないですか。今日はトゴパワーのソーラーパネルと大容量バッテリーを使いたいと思います。ポータブル電源アドバンス500、イラストがとても可愛いですね。お、電源と、あと車のシガーソケットに挿す用の電源ですね。お、すごい、これ紙のね、質感がものすごいいいんですよ。いつもお世話になっております、トゴパワーカスタマーサポートですって、日本語で丁寧に書いてあります。サポートはね、日本にあるみたいなので、初めからですね 50% 充電されてました。これが電源で AC と DC の、口、これシガーソケット挿す口があって、でエコモードもできるみたいですね。防塵の、蓋がついてますね、両方とも。QC3.0、USB3.0、高速に充電できるタイプですね。それが3つあって、 USB PD、 iPhone とか挿すときはこの口使えますけども、これがついてますと、 AC の電源が1つついてます。でこれが、充電用の、家から充電する用の電源がありますね。ワイヤレスの充電機能がついているので、ここから大容量バッテリーの方に電源を供給する感じですね。これが多分ソーラーの支えになってますね、両方とも。こうで、こうなる、こうして、よいしょ、今太陽があっちにあるんで向きをこうですね。今午後の3時半です。で大容量バッテリーの残容量が 49% で、天候は少しね、曇りがかった、うっすら晴れ間が出てる状況です。どれぐらいソーラーパネルから充電できるのかテストしてみようと思います。太陽の光から電気への変換効率が 23.5% なので、 20% から 25% だと結構いい製品っていうふうに言われるみたいなので、自宅の AC の電源から充電する場合はだいたい5時間でフル充電、120W のソーラーパネルだと約7時間で充電できるそうです。炭酸水
これを入れます。おお、いいね、炭酸が残りはね。よし、キャンプ場から車で7分ぐらいのところに日帰り温泉がありました。戸隠上杉温泉、入浴料大人650円。今夕方の5時半です。日が出たり出てなかったりしてました。2時間で今ね 55% まで来ましたので、測定する前は 49% だったので2時間で、まあ、6% 充電されました。おいしい。おお、やばい。
美味しい。スルーナイトという会社のライトですね。ケースがね、かなりしっかりしてます。じゃーんですね。ゴミ開けると小さいですね。ちょうど手のひらのもうこれぐらいのサイズなんですけど、ものすごい強力なんですよね。 USB での充電になります。あんまりね、人に向けると失明の危険があるっていう、それぐらい強いライトなんで、今すみません下向けました。あ、雨だ、やばい。ちょっと一旦中断します。今8時半なんで、寝るにはねちょっと早いですね。どうしよう、蚊取り線香の煙が充満してる。煙、ずっと雨降ってたんですけども、ようやくやみましたので、先ほどのスルーナイトのライトを使って外を歩きたいと思います。こんな感じで強力に、ものすごい強力ですよこれ。ほらすごいですよこれ。やばい。なんか災害とか、まあ例えば登山で、まあ、遭難した時とか、自分の位置を知らせるライトとしても使えそうです。これすごいですよ。こんな感じで、おお。あっちにお手洗いがあるんですけど、強力な力で、今使ってるのは小さい方のライトですけども、単用の電池を入れてます。外をねランニングする時とかにも使えそうですね。これぐらい明るければもう全く電灯がないようなところでも大丈夫ですね。すごいな、ちょっとびっくり。もう一個の強力なライトに切り替えてみます。これ、あーすげーな、という感じでした。
お、来た。よし。長野のスーパー鶴屋オリジナルモカブレンド買いました。おいいね。入れやすい、これ口がいいね。おいしい。あ、最高。風が強い。七味の音。やっとかないと危ねえな。お、いい感じで焦げてんな。うん、おいしい。